さあ続いての情報をお伝えいたしましょう、はい、続いてはですねお子様におすすめの習い事を紹介したいと思います。ご覧ください。今回ご紹介する教室はリトミックポップ&ポップダンススタジオ。北摂一円で教室を開き、音やリズム遊びを取り入れ、乳幼児の心、頭脳、体の発達を楽しみながら成長させるのにはぴったりの教室。うちの教室は、0歳児首座り時期から、未就園児まで、で未就園児から、小学校低学年ぐらいまでのクラスをたくさん持ってて、一つはリトミックのクラス、そして英語のクラス、そして、もう一つ目が、ダンス教室という形で、その3クラスに編成されてます。まずは最初にリトミックから、入らせてもらってます。リトミックをすることによって、即時反応、想像力、いろんな機能がたくさんあるんですけども、そういう発達部分っていうところを、しっかり促して成長につなげる、一応ねリトミックは総合教育って今されています。音楽で楽しく遊びながらあらゆる能力を引き出していく、親子で楽しめること間違いなし。通ってみてそうですね、すごい楽しそうで毎回毎回すごい成長が見れるので、よかったなって思ってます。すごい伸び伸びと動かしてくれるんで、その日の乗った体調とか子どもの成長に合わせてレッスンがレッスンの内容も変わっていくから、すごくここに通ってよかったなと思ってます。本当に、自信を持ってほしい、自信を持って生きてほしい、そして、積極的に生きてほしいっていうのが私たち、すごく望んでいます。私自身も、2歳の息子、他の講師たちもそれぞれ、息子や娘がいて、みんなと同じ状況で毎日一生懸命育児に奮闘していて、それを見てて、他にですね、教育関係にずっと携わってきた中で、思ったのが、すごく自信がないと、なかなか前に進めないお子様がたくさんいます。そういう部分でですね、楽器に触った、音楽ができる、リズムができる、英語ができる、先生喋れるっていうのがたくさんあって、自信がすごく満ち溢れている状態、すごくキラキラしている子どもたちのために、私たちも今頑張っています。ぜひ皆さんも音楽とリズム遊びを楽しんでみてはいかがですか。そうじゃないですかね。なんやろうか、みんなちょっと開放的な感じになるんでしょうね。あんな広いところで体いっぱい動かして、どうしてもお母さんと二人で家をおるとね、運動の量もやっぱり少なくなってきますし、お母さん自身もなんかストレス発散の場所になりそうですよね。いやなるかも分かれん。一回ね行ってみてもらいたいんですけれども、はい、ここで番組をご覧の皆さんに特典があるんです。何ですか。この番組見たよって言ってお問い合わせいただいた方にはですね、体験レッスン無料、そして入会しようかなという方は入会金が無料になるんです。嬉しいですね。ですのでぜひね、お子さんと一緒にチャレンジしてみてください。おすすめです。はい。